切れ状態。花冠さんに来てます。ひなめそれ物産会場でやってます。さあ今日はカスカベの千葉さんがこう千葉さんがいらっしゃいます。残念です。2年連続ちょっとエイサー祭りが開催できなかったですね。はい、できませんでした。とても残念で、はい、このままでいくと私も病気になってしまうかもしれません。コロナをどうぞ収束していただき、来年こそは春日部で皆様をお待ちしたいと思いますので、はい、忘れずに春日部 A さんどうぞよろしくお願いいたします。チーズコ売ってます。でも結構物産おかげさまで売れましたので、はい、皆さんが沖縄が好きだってことがよく分かりました、うん、そうですよね。春日部の皆さんは沖縄が大好きです。ぜひあの春日部以外の皆さんも春日部エイサーお待ちしてますので、来年こそはやるぞやるぞ、はい、さあもう本当エイサー祭りが開催できなくて、まあもう本当沖縄が大好きということでね。今日はもうそんなに告知宣伝はしてないんですけど、はい、ちょっと花冠さんで実は明日まで、はい、ね、はい、メンソーレ物産販売会をひっそりとやってます。今日は花冠さんも来てくれて、本当に今日急遽なんとこちらの方も前澤さんもいらっしゃってくれてるんで、よければ一言、はい、一言お願いします。実行委員の前澤です。お世話になってます。松田さん、ようこそお越しいただきましてありがとうございます。本当はあの松田さんのライブがちょっとね、一曲でもお聞きしたかったんですけども、うん、まあいろいろ松田さんが一曲歌うと一番に集まっちゃいますんで、うん、まあ今年は我慢我慢ということで、はい、来年の会場を6月第1週土日、はい、もう抑えて、うん、開催しますので、うん、皆様はぜひお越しください。もうあそこに見えてますね、会場。そうですね、会場も見えてますね。会場も目の前です。はい、ここです。はい、来年こそはよろしくお願いします。来年はぜひもうコロナに打ち勝って、はい、エイサー祭り開催できるのをお祈りしております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。白木さんぽいなって。